音と映像にアウトサイドからインサイドから、ジャックとカフェジャングの壁、はい、スカンクラジオついに160回目です。長いですね。来ました。で多分ね、はい、これ外聞こえますよね。隣の人は何やってんだろうと多分思ってるでしょう。隣のアパートの人はね、そうでしょうね。聞こえてたら不思議でしょうね、うん、何やってんだろうと思ってると思うんですよ、はい、もし、うん、何やってんでしょうね、はい、うん、アパートの人よりも隣のうちの方がお隣さんの方が聞こえるんじゃないですかね。あ、そうなんだ。あ、そうだろうね、はい、まあ、何やってんだろうね、はい、まあいいや。でね、 DVD、 あ、 DVD じゃねえんだよ。何ですか。あの映画見た。今回は映画を見た。映画、はい、これだいぶ前ですよ。もうすごく前、はい、本当すごく前。最近、もうね、4、5年、あ、だ、あ、4、5年じゃねえや。ほら、連合赤軍見に行っちゃったから、はい、あ、でもあれを抜いたらね、もう4、5年か？映画館に映画見に行ってないんだよ。はい、あ、金がないからね、はい。たくさん見に行くにはちょっと大変なわけだよ。はい、それね、うん、1000円の時とか狙っていっても、なかなか大変やでね。一回しか見れないしね、はい、うん、ほら特に今は今入れ替え制やでね、もうめんどくさいね、はい、あれなんとかしてほしい本当に。もうちょっと気楽に、どうせさ大して入大して入ってねえからいいだろうっていう言い方はよくないよね、よくないけど、どうせ途中から入っててエンドロールも見ずに出てくるような人たちが大半なので、うん、好きで見てるんだったら最後まで、だから最後まで見てねえんだから途中で入ったっていいじゃねえかっていうようなもんだろ。そうそうそう、うん、いつでもいいだろう。あとね、つまんねえ映画、まあ先言うとつまんねえ映画は真ん中から見て2回目の途中まで見た方が映画が面白くなるんだよまあ初めの振りのところがつまらんでね、大変、そこをカットして、それを次の回に見ると、ああ、なるほどねってやって、はい、ちゃんと面白くない映画がちょっと面白く見れるようになるんだよ。はい、だけど、そんな見方はさせていただけないので、ね、うん。勝手に編集。はい。ああ、ほんでね、はい、あれですよ。だから、デザイン事務所にいた頃ですよ。はい。もういた頃かな。どんだけ前ですか。うん、いた頃にね、ほら、前も言ったでしょ、こういう仕事をしている人はみんな映画を見るのが好きで、もう映画見てるのは日常的なことだと思ってたの、はい、ところがで、あ、そういうのから僕はすごく遠い人間だから、なんかちょっと頑張って映画通のふりをしよう、ふりをするためだけでもいいから映画を見よう、あまし僕記憶ができないんで、あ、病気ではないと思うんだけど、あんま記憶ができないのね。はい、で、だから、なんていうの、監督の名前を覚えたり、その、スタッフとか、キャストの名前を覚えたりとか、その人たちが、どういう映画に出てたとか、そういうのとか、あと、いつできたとか、映画ができたとか、年代とか、もうほぼ覚えられない、記憶ができないのね。マニア的なそのデータ収集っていうのは苦手であるってことだね。ああ、まあ興味がないってこともあるんだけど、もう記憶ができないの、はい。頑張って覚えようとしないと覚えることすらできないのね。はい、で、だから、まず、もう見てるふりだけでもしようと。とりあえず見れば、見たことにはなるじゃん。映像として、記憶することはできるので、で、それだけはしよう。と思ってた頃ですよ、はい、に見たんですね。そうそうそう。で、デザイン事務所の人は別にそんなに映画が好きじゃなかったっていう、まあそんなオチもありながら、ね、オチもありながら、なんだ全然見てないじゃないかっていう、うん、見たのに話題にもできねえよっていうそ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 う。その頃見たやつですよ、はい、プルガサリっていうんですけどね、もう何、それこそここ5年ぐらいですか、はい、北朝鮮はずっと日本の社会の話題の中心じゃないですか、ほぼ。はい、まあね、時期的にテポドン始め出したとかね、そんなやるぐらいですから、ね、そうそうそう。あと脳卒中、やでね、あと脳卒中になってみたりね、はい、あるじゃないですか、はい、でそれはもう今に始まったことじゃないですよ、はい、もう1、2年じゃないですよ、もう5年ぐらい前からそうですよ、はい、そうですね、
もうがっちり僕ら の, あのハートを勝手に掴んでいくじゃないですか、はい、北朝鮮というところは、はい、で、うん、隣にあるだけのくせしてね、そう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 、でその10年前ぐらいですよ、はい、きっと、はい、そのぐらいからこうじわりじわり来ておったわけですよ、はい、ちょうどだからそれこそあの赤軍のこう事件があって、はい、ほらそれも北朝鮮にこう関係してるでしょ、はい、でそういうのからこうちょっと下火になっていって、はい、こう薄くなって、いやまた上がってきつつある頃ですよ、はい、その頃ですね、その頃、まあ、だからまあこうサブカル周辺ですよ、はい、あのぐらいにこう北朝鮮っていう国はどうもすっとこどっこいだと、あの昔の、あ、いいネタよと、昔の、ほら要は共産主義的な考え方がこう、はい、何若手に出てきて、はい、でかつ北朝鮮っていうのはこう夢の楽園であると、はい、であと政府も煽ってたんだよね、あれ、あ、だから共産主義のとこに人を集めるときってみんなそうやって言うよね、ブラジルの移民と同じように北朝鮮にも、はい、なんかツアーみたいなの出して、ツアー、北朝鮮で暮らしませんかっていうのをね、はい、確かやったんだよ、はい、でやって、ひどい目にあって、まあ、帰ってくるわね、訴えるっていう事件があったりもしてるんだけど、はいはい、それもあった頃ですよ、ちょうどその赤軍の事件がこうあって、だんだん下火になって上がっ、また北朝鮮が話題になる頃ですよ、そうやって、でこうサブカル周辺でも、で一旦こう北朝鮮とのこう何表だった社会的なところからこう情報が寸断されるじゃん、で要は近いけれども遠い国になってるわけですよ、でちょっとあすかすっとこどこいだぞと、要するにその社会的なことは抜きにしてどうもおかしいと、おかしいっていうのは滑稽であると、はい、っていう話になって、北朝鮮 の, パレードやるじゃん、マスゲーム、はいはい、あれを、ドキュメンタリーにした一編がありまして、でそれもやってた頃かな、やってた頃にキム・イルソンはどうも映画が好きらしいと、はい、でどうも日本からトラさんとか男はつらいよか、なんか仕入れて見てるらしいと、でゴジラも見てるらしいと、ほう、で映画好きなんでうちどうも作れってことになったと、要するに北朝鮮にも怪獣映画があるぞと、ああ、俺用怪獣映画が見たいから作れってことですね、そう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 、だから本当に北朝ほら行ったことないしその事情がわからないから何とも言えないんだけど、そんなにこう文化的な国ではなさそうじゃん、要はこうすごい一般的なレベルで文化的なもの、要は日本でいう、低俗だろうが何だろうが、はい、テレビとか漫画とかゲームとかっていうのが日本はきちんとほぼ浸透してるじゃないですか、はい、まあ6割7割方、はい、そんだけでも浸透し、大体みんなが知ってるっていう状態、はい、うっすら作れるってすごいことじゃない、はい、でそういうのが北朝鮮にあるかどうかちょっとわからないじゃない、あきっとないやろうね、それは共産主義的になれば大敗した文化なのでまずないやろうね、となるでしょ、そしたらだから誰が望んでるかは分からないけど、とりあえずキム・イルソンは望んでると、はい、なんか一人っていうのが寂しい感じはするけど、あけど一人で寂しい感じするっていうけど、イスカンダルとかそうだよな、まあ、別にアニメとごっちゃにする必要はないんだけどさ、まあ、ひとまずあそこ一人やでね、とかあとヤマトで、宇宙戦艦ヤマトでさ、大抵ヤマトや地球を助けるためにうちへ来いっていうすごくなんか高飛車な女の人って、はい、大抵一人でその惑星に住んでるな、はい、うん、どうしてるんやろって感じなぐらい一人やね、うん、どう考えたってさ、一番あれを宇宙戦艦ヤマトを作っている人の一番の親分がものすごいなんかこうなんていうんですか、性格上あまりこういろんな人に言わない方がいい感じがするよな、まあね、
もうここで言えないぐらいこう、ね、だって一番最初の時だって宇宙船からも、だって日本じゃない、地球が滅亡の危機に瀕していて、はい、でそれをなんとかするためにはあの家へ来いっていう人がいたわけでしょ。そうそう、掃除機あるから家に来いよ、家に来いよ、はい、で家に来るまでっていう、であの実はこうちょいちょいってこっちから渡せたんだけど、あの何、お前らここに来れるかどうか、ちゃんと真面目にやってるかどうか見るためにここに来いって言ったのは試したんやっていう、もうなんてこと言うんですかっていう人がいるじゃない、はい、でその人その星に一人で住んでるじゃない、はい、多分あの何ですか、西崎さんですか、はい、あの人マザコンなんですよ、はい、であの、マザコンっていうのはそのちょっと母ちゃんが好きとかそういうことじゃないマザコンなんですよ、はい、きっと。でだってうち大和自体だってあの森内さん以外は全員男じゃんね、はい、乗ってる人が、はい、男しか乗ってないと言って過言じゃない状態やんか、はい、ほんで女もでトロトロ行くわけでしょ、はい、うん、いやもうどう考えたってさあこうマザコンの極みじゃないですか、はい、でそんなのを何回も何回もやってるわけじゃないですか、はい、まあ寄せばいいのにな、はい、まあねそんなに性癖をさらはんでもっていう感じだよね。そうでしょキモいキモい。しかもそのだって一つの星なんだから星にたった一人しか住んでないっていうところも大体からしてさ、はい、もうダメじゃないですか、はい、うん、でしかもそこへあのお前んち何とかしてやるあの用意をうちにあるから来いっていうのも、はい、もう勘弁してくださいよっていう感じがありありじゃないですか、はい、でちょっと試してみたっていう感じで、しかもここに来るまではお前らを試しやったんや。もうなんかさ、うん、ひどいな、ねね、ちょっとあんまり言えない話ばっかりになってあれです ね、うん、でね、はい、まあ、とにかくそんな一人ですよ。でその一人じゃないですか、一、はい、人じゃないけど、まあまあ、怪獣映画作りたいっていうんで作ったんですよ、はい、それはプルガサリっていうんですけどね、はい、でプルガサリっていう自体はなんか一応言い伝えっぽいものがあるにはあったみたいな、はい、でそれを要はほら沖縄でいうとこのシーサーですよ、はい、まあ、大体プルガサリも似たような感じのなんで、はい、で多分近いから、まあまあ、あの話の流れはきっと大差はないでしょうね、うん、近いから、はい、シーサーって狛犬じゃんね、はい、だから別にこう琉球王国だけじゃなくて、はい、あの狛犬的なものの、うん、言われっていうの、はい、こう変化はあるにしろ大体この辺中国、うん、あ基本的に古代文明と言われるものがここら辺で一番近いのは中国にあるんで、うん、こうどうしても起源をたどると中国に行ってしまうので、うん、だいたいみんな影響を受けてるじゃないですか、はい、だからあれですよ、ゴジラ、メカゴジラの逆襲ぐらいまで行くじゃない、キングシーサーって、はいはい、あんな感じですよプルガサリ、はい、でいくら昭和の何ですか、後期のゴジラとはいえ何ですか、作りはきちんとしてるんですよ、はい、ゴジラはなんかちょっとだんだん漫画っぽくなってきたけど、はい、漫画というかこうなんか可愛らしくなっちゃったけど、はい、他の怪獣たちは結構きちんとできてるわけですよ、はい、特に後期のやつは、はい、まあ、やる気満々で、ね、キングシーサーとかチタノザウルスとか結構ちゃんとしてるんですよ、はい、思いのほか、はい、うん、でそんなようなもんですよと思ってくださいよ、はい、要するに、ね、キングシーサー、まあ、わかんない人はなんかまあググればいいですよ、はい、でむしろ、君らなんや、映画全然見てないじゃないかと、はい、もう言っちゃっていいぐらい、キングシーサーはみんな知ってるでしょ。キングシーサーの毛のねえやつだよ。いやー、うん、いや知らんとは思う、ね。キングシーサーの毛のないやつだよ。はい、もう知ってることにしてくれ。だっていいじゃねえ、別に普通にさ、だって社会学の人のをあるんだけど、はい、社会学の人のなんか対談集とかだといっぱい人の名前出てくるのよ、はい、でそれ一応知ってることになってどんどん進んでいくからさ、はい、注釈がないと読めないんだけど、はい、それと一緒だよ。まあ知ってるということで、マクルーハンとかが出てくると思ってくれればいいよ。それとキングシーサー大体同列だ、はい、うん、でキングシーサーの毛のねえやつだよ、はい、プルガサリって、はい、うん、大体わかるだろう、わかるよ。うん、そんなようなもん。で、あと、狛犬いるじゃん。はい、神社行けば、はい。あんなんだよ。はい、うん。
あれがね、もっとね、あれが直立してると思いね。はい。うん。で、そんなのなんね。はい。が出てきて、要は悪いやつから、弱ってる人たちを助けてくれるんだけど、はい、基本は悪者、怪獣対怪獣じゃなくて、大魔神みたいなもんだよ。はい。まあまあ、神様が、天地を下す的な話ってことだよね。そう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 。うん、大魔神も、まあ、分かんないかもしれないけど、大魔神も、だからあれだよ。まあ、大魔神はだって、困ったお姉ちゃんがお願いしに行くと、よく分からんけど、悪い人でやっつけてくれるんで。うん、なんでしょ、はい、うん、でもさ、そういうのは、あれだよ。だからさ、はい、ルソーとかさ、はい、サルゴジは最近の、首相じゃないか。サルゴジは首相、うん。首相じゃないか。あ、まあいいや、はい、うん、いや、いちいちその知らない知らない人を出さなくてもいいよね。で、はい、まあ、知ってることにして いくよね。で、プルガサリも基本は大魔神と同じよ、はい、話の筋としては、はい、要はその貧困で苦しんでるところの人が、はい、大魔神はほらなんかいつも岩があるじゃない、はい、岩のほら埴輪、クソでっかい埴輪があって、はい、でそこになぜか頼みに行くとっていうか、はい、なんでそのあちこちにそのクソでっかい埴輪があるのっては思うんだけど、はい、まあ、それはお約束なんでね、うん、よしとしてくれないと。そうなんですよ。で、プルガサリはそこのところはきちんとしてるのよ、はい、きちんとしてるっていうか、なぜか知らないけどでっかい埴輪が困ってるところにいつもあるんじゃなくて、はい、すごい痛めつけられてこう貧困にあえるところ、はい、こうおじいちゃんが米でこうやってその守り神とされているプルガサリの人形、これこの何ですかね、10センチぐらいの人形を作るわけですよ。でそれがね、米粒で作ってんだけど手が汚いもんだから真っ黒になっちゃってんの、はい、なんかリアルなんだかリアルじゃないんだか、うん、で真っ黒になっちゃってんの。でそれがね、なんかこう命を持って動き出すの、はい、だんだん、はい、で徐々に大きくなって、はい、で大怪獣プルガサリになるわけです。ああ、焼けて膨れてくるわけではないよね。あ、そう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 。だんだん大きくなって、はい、プルガサリな大きな怪獣になるんだけど、はい、であとはだいたいゴジラじゃないや、大魔神と同じなんだよ。はい、うん。でもね、なんか違うっていうか、はい、やっぱどっかね、なんていうの、こうケレン味少なしというかさ、安い感じがするの？とね、安い感じはしないの。はい、スタッフも東宝のゴジラ作ってるスタッフがなぜか作ってるので、はい、監督、要するにその特撮をする人たちは日本から行ってる人たち、ね、技術面のサポートというかそういうのは、そう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 、なぜか日本からあったわけ、ね、うん、で、ゴジラのその昭和50年代のゴジラに入ってた人がプルガサリに入ってやってるんで、まあ別にそう、おかしくはないのよ、はい。で、おかしくはないんだけど、で、ちゃんとしてんだよ。当時の、だから昭和50年代ぐらいの日本の怪獣映画のことを思えば、そんな、何、ダメな感じはしなくって、ダメな感じっていうか、当時はみんな怪獣映画自体が、もう超子供向けになっちゃってたから、はい、いいも悪いもないんだけど、まあ同じぐらいのクオリティにはなってるのよ。はい、だから、そんな、とぼけたこともないし、はい、ダメではないよ。うん。ああ、まあ、怪獣映画って多分当時こういうもんと思えばこういうもんなんだよねっていう、はい、いうところ。ところ。うん。ただ、その、昔、その、かつての、東宝や大映の、はい、要は、黎明期の頃、怪獣映画黎明期の頃の、ような、なんていうの、こう、攻めの体制で作ってるっていう感じは、はい、うん、それはもう全然ないから、それを求めても仕方がないんだけど、うん。まあまあまあ、だよ。まあまあ。うん。その、まあ悪くはないと。うん。まあだから、時期を考えれば普通だよ。普通。うん。で、これにね、これを見に行ったときね、偶然ね、そのプルガサリの中に入っ
ってた中の人の舞台挨拶っていうのがあった、はい、あらあったんだけどね、はい、僕の嫌いなタイプの人だったのよ。あらまあ嫌いなタイプのどういうことかっていうと、はい、ほら僕バーって切られたら、はい、やられたってやるのがもう嫌で嫌で仕方がないの、はい、でもう切られたんだから死んじゃってるよって思うんだけど、だってなんていうのこう消さ切りっていうの、はい、ってことは、ね、うん、消さ切りってことは、はい、真っ二つになってるわけじゃないですか。あー、ちょっと僕実際に毛さ切りされた人を見たことないので真っ二つかどうかわかんないですけど、でもイメージというか切り方は真っ二つやね。表面をなぜてるわけじゃないやんか、はい、だって少なくともあの肋骨あたりはいってるはずなんでね。だってさあのほらたまにさテレビとかで居合抜きってやってほら俵っての、はい、わらこうやってスパスパって何本か切ってるじゃない、はいはい、みんなあれ切れてるじゃないですか、はい、とりあえず真っ二つになってるじゃないですか、はい、じゃあ人間もスパーンと真っ二つとは言わないまでも表面のがこうスーッと撫でて切られてる状態じゃないはずやんか。まあ皮が切れてる状態ではないでね。でしょ、うん、だから肉骨の、ちなみに毛さ切りの場合は肩口から入るから、うん、もし骨で止まるんだったら肩で止まってるんで、うん、少なくとも肋骨あの鎖骨から肋骨は切れてるはず、うんうん、だから何割かは真っ二つのような感じになってるわけ、切れてるわけじゃん、はい、離れてるじゃん、はい、切れてるはず。あの一応日本刀と言われるものは、うん、あの弾丸を切るんで、そうでしょ、鉄の塊を切るんで、うん、鋼鉄を切るわけでしょ、はい、カブト割りとかもちゃんとした人がやるとできるらしいんで、うん、で大抵の侍はちゃんとした人じゃないですか。で西洋の剣は殴る剣なんだけど、うん、日本刀は切る剣っていう区別をしてるぐらいだから、うん、切れてるはずなんで、ただ本当に真っ二つかどうかまでは分かんないけど、うん、でも途中ぐらいまではこう、まあ、きっとあの分離してるわけじゃないですか。このなんすか、肋骨を抜けたぐらいから骨がないんで、うん、そこから抜くと、まあ、ちょうどええ感じに切れるんじゃないので、例えば水平に首を狙った場合は必ずこの場合は飛ぶじゃないですか。まあ、毛下がりやったら真っ二つにはならないにしても、うん、首だけ狙って水平に切れば首は飛んでいくじゃないですか。はい、ほぼ 100% の確率で首と胴体は分離するわけじゃないですか。ブロッケン伯爵状態になるわけじゃないですか。ブロッケン伯爵はわからない人はググってください。ああ、でもね、それね、打ち首するときに意外と首が切れないという話があるので、うん、なんとも言えれんな。なんとも言えれんねえけど、うん、まあまあでも切れてるよね、うん、あ、その連続で何人もっていうのは難しいらしいんだけど、連続で何人もは歯の性質上無理なんで、うん、だからこの場合一人とするんですけど、はい、まあ大抵の場合はこう真っ二つになるわけじゃないですか、はい、でそうなったらやられたどこの話じゃないわけですよ。もうやられた言ってる暇はないんでね、もう言えないわけですよ、はい、だから言うなと、はい、うん、と思うんですよ。でそんでゴジラとかもそんなわけですよ。でゴジラは人じゃないわけですよ、はい、見え切らないわけですよ、はい、見え切らないでほしいんですよ、はい、まあ、見え切るよだってことですな。そうです。あほらガメラ、平成のガメラの良かったとこって見えを切らなかったことじゃないですか。あ、そうやね。なんかすごい動物っぽいというと変だけど生々しい感じやでね。何ガメラとして何をするかであって、はい、人として何をするかっていうことは考えないというか当たり前ですけど、ガメラは人でないので、はい、っていうような演出でやっていたので、すごく好感が持てるというか、はい、良いなと思える部分がたくさんあったんですけど、なんせ昭和50年代昭和の後期のガメラなので、はい、まあ何せちょっとガメラでゴジラなので、ね、うん、なんか長吉ゴジラっぽい時っていうのは確かにね、下手なプロレス的な動きが多いのよ。ああだからそのあれですよ、予算がない時はコントに向かうってやつですよ。その受けてる、うん、ああそうか、まあいいや、プロレス知らない人はもういいや、うん、受けてるところを受けてるって見せずに受け切って、うん、超えるっていうところがやっぱこうプロレスの醍醐味でもあるのね、うん、その
ベビーフェイスヒール、うん、ベビーフェイスがヒールからの攻撃に対していかにこう耐えて抜いていくのか、うん、でか俺はこの凶悪な技をにも打ち勝つんだぞっていうところを見せるわけでしょ。そうですそうです、うん、俺はどんなことにもどんなに強い相手だからあえてうわやられたをやるわけでしょ。だけどそれをうわやられたって見よう切っていたんでは、うん、見てる方はしらけるしかないじゃん、うん、だけどもそれを熱くさせるのがプロレスのいいとこなので、うんうん、でも見よう切るのってきっとあの下手なプロレスを見てる感じがしちゃうってことでしょう、うん、そうするとあのよく知らない人が八百長とか行ってしまうのと一緒で、うんうん、あの映画なのにあの作り物とかわけわからんことやるでしょ。いやだからもうそうやっていう、うん、この怪獣この怪物はなんか CG で作ってるから本物じゃないって言うけど、いやいやそうやっちゅうお前は頭湧いとるんかっていう、うん、もともとあのクリーチャーは作り物やね、はい、うんうん、でしょ、うん、分かっとるっちゅうのっていう、うん、だけどそれがこう見せなくていいところが見えるから嫌だよねって話をしてるのに、うん、あのなんかずれた話をじゃあなんかだから自分を超えた状態の状態になっちゃうとあのこれはぬいぐるみのチャックが見えないからダメだとかって一気に言い出すの、うんうん、なんかそれまではチャックが見えてたらダメじゃんって言ってたのに、うん、今度はチャックも見えないように自然になるようにってやって、うん、きちんと一生懸命作ってたら、うん、今度はあの趣がないとかなんか、そう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 、さっきわからん風流じゃないなんかそういうこと言われるやん。そう、どうしたいやっていう。自分のこうなんていうの、思い出？違う、そうじゃなくて自分のなんていうのこうできることっての、はい、こう考えてる範囲を超えてしまうもんだから、はい、うん、あの違うって言い出す。ああ、何、うん、突き抜けてから自分を突き抜けようとしたら方向が違ったの？ほらあのなんていうの自分の思い以上のことってやられると思考停止したりするでしょ、はいはいはい、ああいうのになるみたいだよ。軽いね。軽い。うん。ああ、なるほど。でも、チャックが見えないからとかっていうのは、それをあれじゃないかな。無理やり自分で限界を突破したのはいいんやけど、行った先が何もなくて、うん、っていう感じがするけどね。うん。まあまあ、どっちにしろ思考は停止してるけどね。うん。でしょ、うん、だって、それは、何お芝居でもないしさ、うん、お芝居というかその舞台である演劇でもないしさ、もう映画でもないしさ、うん、単なるノスタルジーでしかないからさ、うんうん、ね、脳内ファンタジーはね、だってゴジラとか大魔神とかそれこそ作った人たちって結局すごい攻めの状態で作ってるわけじゃんね、はい、うん、それからしたらそのぬいぐるみじゃなきゃダメだって言ってるのは僕はどうかなって思うって言いながら、スターウォーズとかって、はい、あのほとんどが CG じゃなくてみんなが 3DCG で作ってると思ってるところが実はミニチュアでやってたりするんだよね、はい、うん、あの何そういうのは分からないように作ってるので、はい、これはね、うん、作ってる人たちの方が偉いと思いますよ。気がつかせなかったり勘違いさせるっていうのがね、うん、で CG だと CG でこう 3DCG で作ってると分かった途端ここはマットペインティングじゃないからダメだとかって言い出すのもうなんかね、ああ言えばこう言うな、うん、うん、お前自分で作れよとか思っちゃうぐらい、なんか言いたいんでしょ、うん、あでそのプルガサリですよ、はい、でこんな具合でたまたまいたの、いたのっていうか、いたんですね。いたの。中の人がいたんです、ね。中の人がやってたの。で、ああ、こんななんだと思って、がっかりした思い出があります。あら、見なきゃよかった。いや、来なきゃよかったのに。なんでしょうな、なんか、たまたま舞台挨拶があったので、ラッキーな気持ちもあり、がっかりした気分でもあり。見れたことはいいけれども見た内容はがっかりやね。いやだからそのぐらいの時ってほら香港映画が香港とか韓国の映画が、はい、今みたいなこういうブームの仕方じゃなくて東方映画としてこの要するにそのサブカル界隈ですよ、はいはい、でこう知られつつあったわけですよ、はい、でその中でも
でちょうどその頃に、その香港映画を特集するしてる映画館があって、はい、でそしたらそういう途方法じゃない映画もあると、はい、ちゃんとしてるのがあって、はい、ちょっとそれこそ赤いコーリャンとかですよ、はい、赤いコーリャンといえばあのこれみんな覚えなくちゃいけないことですよ、はい、赤いこういう覚え方だったら覚わるでしょ、僕が覚えられるから覚えられると思うんだけど、はい、赤いコーリャンといえばあの北京オリンピックの開会式と閉会式とそしてパラリンピックの開会式も、演出をした人が一緒の人なんですよ、はい、同一人物なんですよ、はい、という覚え方をしよう、はい、名前はいいですよ、イーモーハンと一緒なんだよ、はい、確かね、なんだけど名前はいいやん、はい、な何かしたっていう人だけ、はい、そういうのは覚えておくといいじゃないですか、はい、であと赤いコーリャンを作って社会派っぽかったんだけどなぜか近年ではラバーズっていうあの対策志向のいわゆるハリウッドっぽい映画を作っちゃったっていう人だな、はい、そうですよね、うん、なんかね僕の中では残念ないけどね、うん、でそのあの槍がいっぱい飛んでくるやつだよ、はい、ラバーズってピョン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 ですよね、うん、そうそうそう、はい、であのワイヤーで釣られてなんか飛んでくんですよ、うん、うん、で、まあ見りゃいいよ、うん、でそういうのなのね、で そういう社会派のもあるよと、はい、で言ってた頃で実際見てたらねもう北朝鮮じゃないんだけど、はい、韓国や台湾、中国のはまだなかったんかな、に関して言えば、もう当時でさえ、日本とまるっきりその映画事情は同じで、要はアイドル映画もあれば、途方法な、要は V シネ的なのもあり、はい、で、こうちょっと社会派のものはあり、はい、で、社会派のものに、映画に関して言えば、問題の提起の仕方は、もしかしたら韓国とか台湾の映画の方が、シリアスなのかもしれないね。韓国は分からんけど少なくとも台湾は未だに国ではなくて地域という位置づけをされているっていうのを、うん、まあ念頭において考えればシリアスにならざるを得んわね、うんうん、だからそういう意味では日本よりもあのちょっと内容としては、うん、ハードな内容のものもあったりして、で要はあとお金のかけ方だね、あのお金と時間のかけ方がどうしてもこうローバジェットなので、うん、はい、となんていうの踏み込めないっていうの踏み切れないっていうのというところはこう多少はあると思うんだけど、そんなに日本と変わらない、はい、であのアイドル映画はちゃんとアイドル映画として、はい、でありで今みたいにその韓流ブームとかは何もなかった頃でもちゃんとありましたよ、はい、うん、まあ、国内に同じように需要はあったってことで、ね、そうそうてな時にプレガサリですよ、はい、でこの途方法があるぜと、はい、まあ、大抵みんなだから途方法か、まあ、サブカルですから、はい、ここはあの仕方がないんですよ、あの途方法から入るんですよ、はい、大抵のは、はい、うん、一般の人たちがお金があるとこからだんだん下っていって最終的に目指すはあの普通のドラマでコントを目指すっていうのと逆で、はい、サブカルの場合は基本的に途方法から入ってこう、はい、徐々にシリアスになるっていう、はい、いうパターンが多いわけですよ、はい、でそれですな、でにもかかわらずプルガサリですよ、はい、でこう面白いかと聞かれれば、まあ、だから結局そのさっき言った韓国とか台湾の映画のように、はい、当時ね、はい、トホホとキョンシーしか ないわけじゃないんですよ韓国って、はい、あ台湾か台湾ね、うん、トホホとキョンシー台湾香港あたりやね、うん、じゃなくて、はい、ちゃんとちゃんとしたっていうか普通のもあったんですよ、はい、うん、あ違う韓国台湾じゃないよ、だってそれだったらジャッキーチェーンあるじゃんとかなるもん、だから香港だとね、うん、でそうはならなかったんで、うん、でそれと同じぐらいのレベルでプルガサリでしたよ、はい、北朝鮮って。だから多分北朝鮮の他の映画があるとするならば多分今は分かんないけど当時はそんなに変わんなかったんじゃないかな、だから見る人がたった一人であっても、うんうん、で今はちょっとどうか分かんないけど、うん、でもほら、ほら、韓国でもさ、いや中国でもさ、絵うまいじゃん。すごいざっくりした言い方やけど。絵うまいじゃんっていうか、絵うまい人いるね。漫画とかも上手じゃん。はい、
そう、掃除で書いてる人って上手じゃん。はい。なんていうの、まあ、日本でも、要は達者な人、上手な人はいるけど、はい、なんていうの、この人でなくてはっていうことってあんまないけどさ。はい、ないけど、すごいアベレージの高い人たちが多いじゃん。はい、日本でも多いけど。だから、そんなような感じで、できる人はいるので、今でも多分、北朝鮮も見る人一人だけど、そこそこな映画はあるんじゃないかな。うん、意外とその、都市部と言われてるところは普通なんだと思うよ。うん、北朝鮮はピョンヤンか、うん。とかって意外と生活レベルって普通なんじゃないかなと思う。うん、ここら辺と大して変わらないんじゃないかな、うんうん。日本はちょっと特殊で、うん、いろんなインフラが異常に整っているので、さすが経済大国と言われるだけのことはあって、整っているんで、で、あんまりその、実は全世界的に地球の中というのはそんなに裕福ではないんだけれども、うん、なかなか日本では気づかないやんか、うん、だって、アメリカとかもっと資本主義のしっかりがっつりしてるところって貧富の差があるっていうのが本当にあるやん、うん、あるね、うん、要は投資をする人がいて、うん、食いすぎて死ぬ人がいるわけやんか、うん、そう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 、日本はさ、そんなこと一応ないんで、まあ、たまにおにぎり食べれなくて死んでしまった人とかっていうニュースがなるぐらいだから、うん、並んでね、アメリカね、うん、投資の人って何万人出ましたとか、うん、そんな話が出るぐらいでね、一、うん、人がなったからどうこうとは言わんからね、うん、なんでなかなかわからないのかもしれないけれども、うん、意外と変わらないとは思うよ、うんうん、ちょっと離れるとひどいらしいけどね、海岸沿いのとことかね、うん、貝取ってガソリンで焼いたりとかするらしいね、うん、意味がわからんでね、うん、でも美味しく食べるらしいので、うん、それ普通食べれないと思うけど、うんうん、中国とかでもそうやでね、奥の方行くと、だって未だにあそこはパラリンピックを本当にやっていいのかどうかっていうのを未だに問題定義されてる国やからね。パラリンピック的な意味ではなくて、昔の武別的な意味での見せ物小屋が、うん、通常としてある国なので、うん、なんでいいのかのはまあ分かるだろうって感じやからさ、うん、いいのかどうか問題になるっていうのは、うん、まあ、そういうまだ文化レベルの国なので、うん、ね、まあ、中国のそこら辺の話はいろいろあるよ。中国がうちは頑張ってますってニュースで出したのが、うん、田舎の方の農村で、都会で女の人を誘拐して嫁にするっていうのを、うちは頑張ってこういうのを撲滅させますってニュース出したら、うん、まだそんなことがあったのかって話になったっていうような国なので、うん、なのでその田舎の方とかね、うん、都市部から離れてるとどうかなとは思うけど、うん、意外と都市部はここら辺と変わらないと思う、うんうん、東京とか大阪、まあ、名古屋もそうだけどもはちょっと特殊なところなので、うん、アメリカで言うならニューヨークが特殊なように、うんうんうん、なんで意外と普通なのかな、うん、いやまあいいや、プルガサリ、はい、あ、ごめんね、スルーした感じになっちゃって、であれですよ、何ですか、いいんですか、いいんじゃないですか、すっごく面白いね、感動する映画なんで、はい、みんなも何ですか探して、はい、見たらいいと思いますよ、はい、うん、すごい心に残る、なんていうの、なんて言ったらいいんかな、願いが叶う、はい、そんな映画ですね、はい、約束の地に向けてまあ要するにね、キングシーサーの毛のねえやつが大魔神の、あらすじを大体やるっていう映画よ
うん、ざっくり言うとね、はい、まあ印籠出さないぐらいですね。うん、あ、そうそうそう、なような感じだよ。はい、うん、いや、プルガサリたまに見るといいよ。 Zoom come to radio